はい、こちらは、当チャンネルが運営しておりますサイトグローバルオーディオ調査班のページなんですけれども、今回ですね新しいページを作成いたしました。こちらにありますオーディオチェックや空気録音動画のための著作権フリー音源を配布しますというページです。今回はこの内容をご紹介していきたいと思います。まずですね当サイトの、YouTube チャンネル、こちらのチャンネルなんですけれども、オーディオシステムの状態を表現するために空気録音動画を数多く、というほどでもないっていうことなんですが、公開しています。ということで、始まっているんですが、これは海外や国内のオーディオショップやオーディオマニアがやっているものを見ていて、自分でも試したら面白いなと感じて続けているものです。広く公開まではしなくても Facebook や Twitter で仲間内に公開している方も多くいらっしゃいます。結構いわゆる空気録音というのがですね、私も最初は見ているだけだったんですが、面白いなっていうふうに思って今、やっておりまして、結構これは広く最近やられているんではないでしょうか。で続いて、私自身ロシア式音源の SNS に空気録音を上げてもオーディオのチェックなんて無理だと最初はバカにしていました。もちろん録音状態によって全くわからないものから、こちらのケンリックサウンドさんの動画などはよくできているものなど、少なくとも雰囲気はわかるものなどもあり、意外と参考になったり聞いていて楽しいと思います。YouTube ではケンリックサウンドさんの空気録音動画っていうのは、すごく有名だと思うんですが、素晴らしく絵も綺麗だし音も素晴らしいと、もともとすごく高価なシステムなので、元の音も良いんですが、そういうのを見ていますとこれ結構面白いかなっていうふうに思ってきたと。YouTube に関しても、Facebook も、Twitter もそうなんですが、録音した音源をそのまま公開できるわけではなくて、一旦 YouTube とかですねの、Twitter とか Facebook の仕様でそれが圧縮音源に変換されるんですけれども、その時にいわゆるハイレゾで録音していようが CD レベルで録音していようが、いわゆるロッシーですね、ロッシー音源で音が悪くなるというのがあるので、最初は非常にバカにしちゃってるんですが、意外にこれレベル少し高くなっているので、ある程度少なくとも雰囲気ぐらいはわかるというものが結構最近は増えているんではないでしょうか。というわけで続いて、空気録音用に著作権フリー音源を作りました。こちらに書いてあるんですが、正確に言うとですね、私が作ったわけではなくて、こちらのチャンネルではですねオリジナルボーカロイド曲を公開しているんですが、これは友人のマエストロタッキー氏、こちらが担当しているんですが、そのマエストロタッキー氏に依頼して作ってもらいましたということです。で、なぜそれを作ったかと言いますと、市販のテスト CD などでは著作権が課題にということで、大昔からオーディオテスト用の音源はレコードや CD などでオーディオメーカーやオーディオ誌より数多く発売、中には本や雑誌の付録もっていうことなんですがされていますが、大抵著作権を放棄していないためネット上の情報発信には使いにくいと思います。そこでこうした著作権フリーのオーディオテスト音源を配布するということに思い立ったっていうことです。 YouTube でもですね著作権の問題があるのでということで、なんかちょっとつまらない音源ばっかり使っている人とかいらっしゃるので、あんまりつまらない楽曲とかですね聞かされるよりは、いわゆるテスト的な音源の方がまだいい場合もあるということで、そういう場合には活用していただきたいなという意図です。続いてデジタルシンセサイザーによる音源ですがということなんですが、今回とりあえず第1弾といいますか、バージョン1といいますかということで、ボカロクリエイター、マエストロタッキー氏は、DTM のクリエイターなので今回はシンセサイザー音源となります。
オーディオチェック用には生音が望ましいのですが、まあ、とはいえ、今のポップスに対応されているシンセサイザーの音がきれいに聞こえないと生音以前の問題になるかと思います。まあ、そういう趣旨で今回はデジタルシンセサイザー版ということになります。原理的にアコースティック楽器や電子楽器と違って一旦スピーカーやマイクを通すことがない音源なので音の鮮度は安定しています。通常楽曲に入れる際はそれでもデジタル上でエフェクトを多用するのですが、今回はあまり使用しないオーディオシステムのチェック用にまとめてもらいましたというわけです。で続いて、ですのでアコースティック楽器に模した音がそれっぽく聞こえるかをチェックしてください。また測定器による比較用にも使用できると思います。こうした音源で期待する音が再現できてから生楽器のチェックに移る、いわば第一段階の音源とご理解ください。これ比較とか結構面白いと思うんですよね。スピーカー変えたら、こういう風に波形が変わりましたとかですね、周波 F 特が変わりましたみたいな、いろいろ比較とかには使えるんではないかと思っています。で続いて、使用条件ということなんですが、こちらのですね、商用非商用問わず特に制限はありません。加工しての再配布も可能です。事前の許諾申請や連絡は不要ですが、可能な場合は以下のクレジットを表記ください。YouTube の概要欄など閉じと、ありまして、 こちらにクレジットがあるんですが、まあ、可能な場合はと書いてありますが、まあ、いわゆるインポッシブルっていう、まあ、ことほどのことではなくて、まあ、簡単に書き加えることができるんであれば、面倒でなければというような意味とご理解ください。で続いて、こちらからダウンロード してくださいということで、まあ、実際に今回作った音源、こちらをクリックすれば実際に聞くことができますので、まあ、聞いてみていいなと思ったらダウンロードと、44.1kHz 24bit ということで作ってあります。生音編も作りたいと思います。まあ、先ほど申し上げましたように今回デジタルシンセなんですが、まあ、いろんな方のご協力得られれば生音編も作れるんじゃないかなということで、もしですね協力できるよと、で生音 の音源持ってるよと、いうような方がいらっしゃったらですね、ぜひとも概要欄に通じてご連絡いただければというふうに思います。概要欄じゃなくてコメント欄ですね、失礼しました。こちら、今回のチェック音源が導入タイプとすると、その後の本格的チェック用の音源も欲しいと思っています。すでに現代音楽のクリエイターなどに声をかけたりしていますが、そうしたことにご協力できる方がいらっしゃいましたら、こちらのウェブサイトの、問い合わせフォームもありますし、コメント欄もありますし、YouTube のコメント欄でも結構です。多少の宣伝効果はあるかと思いますが、基本ボランティアとなります。まあ、有料のものじゃなくて 無償で提供できるというものに限らせていただきます。また別のところでこうした使えそうな著作権フリー音源をご存知の方も当サイトでもご紹介していきたいので、ぜひお知らせお願いいたします。まあ、実際にもうすでにこんなのあるよというのはぜひとも教えてください。著作権フリーの考え方なんですが、一応こちら、まあ、これがほぼほぼ私の理解に近いんですが、著作権フリーとは文字通り理解すれば著作権に著作権が存在しない状態、あるいは放棄された状態のことである。しかし少なくとも日本では利用規約範囲内で断りなく使用できるという意味であり、権利放棄されたものではないと指摘される言葉である。著作権を放棄したわけじゃなくて自由に使ってくださいという意味です。もともとこの音源自体はそういう著作権フリーのツールですねを元に作っておりますので、まあ、当然また加工再配布する際も著作権フリーというふうな対応でよろしくお願いいたします。最後に
マエストロタッキー氏について、まあ、あの当チャンネルでボカロをいろいろ出しておりますので、オリジナル曲というのを出しておりますので、まあ、ぜひ一度聴いていただければと思います。で最近チャンネル登録700人突破した時に、まあ、これ100人突破した際もやったんですが、生音バージョンということでですね、生歌と生ピアノと生歌のバージョンを公開しましたという、まあ、企画もやっておりますので、まあ、ぜひやっていただければと。まあ私もいろいろ過去にいろんな空気録音の動画を公開していますので、こちらもよろしくお願いします。これサイトにはちょっと感心したユニークな空気録音ということで、まあよそのチャンネルなんですが、いいなと面白いなと思ったものも紹介しております。というわけで、今回はですね、実際に作りましたこのテスト音源、これを聞いていただいて、今回空気録音ではありません。ファイルをそのまま YouTube の方で再生しますので、空気録音ではない元の音源ということで再生いたしますので、まあ、最後にそちらをお聞きください。